こんにちは、石です。本日は無援護に苦しむ投手たちについてお話ししたいなと思います。プロ野球、打点環境が進んできていると言われています。近年は6回3失点のクオリティスタートではなかなか勝てないという展開があったりしますが、西武の QS 勝率 37% を除けば全チーム 50% 以上勝つことができているんですよね。そう考えると QS は最低限試合を作った指標ということもできるかなとは思います。かつては先発で重視されていたのは勝利数というところもありましたが、勝利数はチームの援護次第や味方の守備的なところもあるので、近年は勝利数よりもイニング、クオリティスタートやハイクオリティスタート率というところ、そして三振とフォアボールの割合でもある KBB 等が重視されています。その中で今回はすでに先発として投げながら援護がなかなかない選手たちについてお話ししたいなと思います。ただ正直援護率という指標も少し難しいところがあって、ずっと援護がなくても1試合の大量得点の援護があるとそれだけで数字が上がる。なので中央値的なところも大事になってくるかなと思います。なので援護率が低い選手についてお話しした後、援護率的には目立っていなくても中央値的には少し無援護に苦しんでいる、そんな選手たちについても抜粋してお話ししたいなと思います。まず栗選手、今季開幕投手の栗選手が苦しんでいます。カード頭ということもあると思いますが、全ての試合で5イニング以上、特に5クオリティスタート、2ハイクオリティスタートながらまだ多く勝利とはなっていません。開幕戦こそ3点の援護があり、巨人戦でも4点の援護、複数点の援護があるときはありますが、4試合連続で援護がなく25回で援護点0ということもありました。まあ実際巨人戦で4点の援護があったときに勝ちきれなかった、彼自身も痛打があったというのは痛いところですが、今のところ8試合でイニングはさすがで、5試合の援護点が0というのはかなり苦しいところです。実際3点の援護が2回、1回4点の援護があるので、もっと彼も勝ちたいところではありますが、防御率的に3戦目の巨人戦で9失点がありながらまずまずというところ、内容的にはそこまで苦しいとは思いづらいところで、ここから巻き返したいところです。そして大瀬良選手、近年調子の波に苦しんでいた大瀬良選手がいいスタートを切ることができています。手術明けの中で少し不安もあったシーズン、スタートこそ 5.1 回自責点3でしたが、それ以降は2ハイクオリティスタート、3クオリティスタート、雨の中での5回無失点完投引き分けなどもありますが、全試合に5回以上投げていて大きく崩れたという試合がないんですよね。開幕当初は 17.1 回で援護点0でしたが、現在は2試合連続で勝利中。まだ彼が投げた試合では負けていないというのが広島の素晴らしいポイント。援護的には決して多くないながら勝てているというのはまずまず良いところかなと思います。そして中日梅津選手、抜群のポテンシャルを見せながら荒さが目立つ選手、開幕ローテーション中10日的に起用されながら6回2失点8回10三振13三振2失点ながら援護点は1です。その後彼も苦しい投球があり、調子の波もあることで防御率的には 4.50、 2試合4イニング未満という投球があり、直近の内容は3回6失点です。ただ好投がある試合でも19回で自責点3だったり、最多援護は2、彼も内容的に安定ではなく、そろそろまとめていきたいところではありますが、8回13三振2失点で勝てないなど打撃陣の苦戦、まあ、相手投手が良いというところもありますが、目立つところではあるかなと思います。そして小笠原選手、全ての試合でクオリティスタートを記録し、8試合中5試合で7イニング以上、初戦こそ失点は3でしたが、7試合中ハイクオリティスタートは4です。ただ2試合目以外は勝利なく、現在4月16日の試合以降5試合、さらにそれ以前も含め39イニング援護がないんですよね。阪神戦では9回途中無失点ながら、打撃陣も得点を取ることができず援護点は0でした。7回自責1、6回自責1、7回自責1、8回自責0で未勝利というのは苦しいところ。チーム全体でも先発で課題がある中で彼の試合で勝てていないというのは今のチームの苦戦にもあるかもしれません。当然相手がいるので仕方ないところはありますが、なんとか彼に勝利をつける援護が欲しいところです。そして小澤選手、今シーズン全ての試合で5イニング以上投げてきている彼が、まだ援護点合計が4です。勝利は1つもなく4連敗中。開幕ローテーションで6回無失点や、その後は6回2失点など好投はありますが、2試合目に1得点、4試合目に3点の援護以外は4試合援護がありません。5試合連続で5回か6回2失点と試合を作っていますが、まあ、タイプ的に長いイニングとはなっていないこともあって、なかなか援護のイニングも少ないんですが、先発課題の中でまずまずアピールしているところでもあるので、彼に勝ちはつけたいところです。そしてパリーグ平良選手、
昨年先発転向し毎試合のようにハイクオリティスタートを記録していた柱の彼が今季はやや波が大きい部分がありました。というより対策というところもあってかかなり積極的に仕掛けられた上でボールゾーンも見極められるところがあります。初戦は援護点が2点あり彼自身もかなり厳しい内容でしたが勝利を挙げることができました。ただそれ以降は4試合連続クオリティスタート2試合連続ハイクオリティスタートながら援護点は合計2です。20回で援護点2。もちろん彼も自責点になっていないながらエラーから2だというケース、また彼らしくない四死球もあるので防御率ほど内容が良いかと言われると微妙ですが少なくとも試合を作っているので勝たせたいところです。ただ彼自身も離脱してしまっていていつ戻ってこられるかというのはチームにとって非常に重要です。そして某高橋、今季から先発転向した某高橋が先発として想定以上の内容を見せています。今までは球の強さこそありながら制球変化球でも苦しみ安定感とは程遠かったです。しかし先発転向でかなり力も抜けた形かオープン戦からアピールし高橋光成選手出遅れの中で開幕ローテーション6番手近辺に食い込みました。その中で当初は 5.1 回自責1ながら援護点はなく敗戦、次の試合ではチームがかなり厳しい状況ながら 5.2 回自責1で援護点3で勝利、ただそれ以降2試合ともに援護なく、そして先日のソフトバンク戦では彼自身もまさかの5失点。もちろん先発転向1年目ですしまだそこまで球数を投げさせる気をしていないところはありますが、チームの援護のなさで楽な登板もできていないところです。そして高橋光成選手、戻ってきたエースにまだ勝利はありません。もちろん彼自身もまだ本来の投球ではないと思いますが、6回自責4、7回自責1、7回自責1、4回自責2、6回自責3、まあ、実際初戦に関しては味方の守備ミスで6回自責1が6回自責4になってしまったのでかなりかわいそうでもありますが、ここまで勝ちがないという内容では決してないはずです。ソフトバンク戦では4点の援護があり彼自身もリードで交代となりましたが、最終回にアブレイユが劇的な一発を浴びてしまって勝ちが消えました。実際チームがあまりに貧だ、さらにリリーフでも大きな課題がある中で今季 MLB 挑戦を公言しているエースの彼が出遅れの上でここまで苦しいスタートというのは想定外です。そして竹内選手、抜群の内容を見せているルーキー竹内選手も味方の洗礼を受けています。プロ初登板で7回自責0、2点の援護で勝利となりましたが、まだ最多の援護は2、すべての試合で7回投げ、ハイクオリティスタート失敗も1回のみ、7回自責3となった試合も守備がしっかりしていれば自責1に済んだところもあったかもしれません。幸い7回自責2、自責3という試合では降板後に負けが消えていて現在もまだ無敗です。西武打線を相手にしているわけではない中でこの内容というのはあまりに素晴らしすぎますし、現在12球団で最強の野手陣を誇るソフトバンク相手に2試合16回自責1なんですよね。先日は8回無失点で9回に足がつってしまったことで残したランナー1人を返されてしまって自責がついてしまいましたが、援護点は44回で6点という規格外の頻度の中で無敗なのはあまりに素晴らしすぎます。今最も安定している先発と言えるかなと思います。そしてメルセデス、今季もロッテで安定感を見せているメルセデスもまだ勝利がありません。彼は負けもついているわけではありませんが、開幕からローテーションを守り7試合中5試合でクオリティスタート、日本ハム戦では4失点もありましたが、それ以前は6回自責1、5回無失点、6回1失点、6回無失点、6回無失点、6回2失点、5回4失点と安定感を見せています。もともと球数がかさむと2打があるという傾向があった投手なので、100球近辺になると降板という系統をしてきているからこそイニングをさほど伸ばせてはいませんし、だからこそリリーフでつないで勝たないといけません。ただ彼が安定した内容を見せられているからこそ接戦に持っていくことができていますし、十分3勝近辺はできていてもおかしくありません。今季はロッテで勝ちパターン的な期待の選手の低調というところもあるので守りきるのがやや難しいところもありますが、なんとか彼にまず1勝つけたいところ。そして東晃平選手、NPB 史上8人目となる先発8連勝を記録した東選手ですが、82年ぶり NPB 史上2人目となる先発8連勝を記録した東晃平選手ですが、2試合目に味方のエラーの失点で7回自責0ながら1失点で敗戦となるなど不運な登板もありました。現在は中10日的な気温になっている中で立ち上がりの失点が目立ったり、少し数打もありますが5回無失点、また8回途中3失点にまとめたりしてきましたが、なかなか援護点もありません。3クオリティスタート、2ハイクオリティスタート、彼自身も少し先制点を与える展開があったり、ロッテ戦では苦しい内容もありましたが、ローテーションとして十分貢献してくれている選手、打撃陣の低調、さらに勝ちパターンも再構築中、投手陣は戦力マイナスもありながら奮闘していますが、なかなか彼も苦しい戦いになっています。
そして中央値的なところで考えるとまずはこの3人、まあ、ここから一部抜粋になりますが、援護率は2点台以上でも中央値的に苦しいという選手を抜粋してお話をさせていただきます。まあ、当然援護率は平均値なので、5試合30回で0点の援護でも1試合6回で20点の援護があれば36回で20点の計算になるので跳ね上がるんですよね。なので中央値というところも大事になってくるかなと思います。その中でオリックスの柱宮城選手がまだ現時点で負け越しており、日本ハム戦では5点の援護、ソフトバンク戦では3点の援護があり2勝できていますが、それ以外は1点、0点、0点、1点、特に佐々木朗希選手相手に宮城選手も8回13三振1失点とあまりに素晴らしかったのですが、勝てておらず彼の好投に報いることができていません。そして一番中央値的に気になるのは西勇輝選手、昨年苦しみ今季も開幕ローテーションの当初こそ 5.1 回自責点3と苦しみましたが、それ以降は8回無失点、8回1失点、7回無失点と抜群でした。しかしその間の3試合で援護点は2、実際1試合は勝利につなげることができましたが彼に勝ちはついていません。ただ直近の中日戦では6回自責点に援護点が9でした。なので2点、0点、1点、1点、9点と援護率的には跳ね上がったんですよね。まあ彼が今季かなり安定しているところもあるので、もっともっと勝利をつけていきたいところ。そして村上選手もそう、データ作成後に5回自責5とまさかの2打もありましたが、初戦こそ3回自責1失点5と味方のエラーから大量失点になった試合もありましたが、それ以外全て7イニング以上投球してるんですよね。7回無失点、7回1失点、8回1失点、9回1失点完投、7回自責0、7.1 回自責3。豊橋での試合はかなり判定にも苦しめられていた印象がありますが、三振も多く奪うことができ、2年連続最優秀防御率も現実的に見えてきている内容です。ただ援護では4試合連続1点、7点、0点、2点、0点。当然村上選手自体もエースなので、相手もエースクラスとなることがありますが、1点が4回、0点が2回、2点が1回、7点が1回なので、援護率的には決して低くないですが、中央値的には相当低いです。いくら村上選手でも援護がなくて味方のエラーに泣けば負けることもありますし、現在3連敗中、彼では絶対に貯金を作りたいところです。そして中日、中日は今年も援護が基本的にありません。今年は柳選手に安定して2点近辺の援護がありますが、当初は2軍調整、1軍に戻ってきた高橋宏斗選手は援護点的に0点、5点、1点、0点、神宮で完投を狙った試合以外で援護点は1にとどまり、4連続クオリティスタート、3連続ハイクオリティスタートながら勝ちにつなげることができていません。また1試合 0.2 回9失点という内容があり、防御率が 0.77 から4.13 と跳ね上がってしまった涌井選手ですが、それ以外の試合では安定した投球を続けています。6回無失点、6.1回無失点、5回無失点、6回2失点、 0.2 回9失点、6.2回2失点、6回2失点、7試合中5クオリティスタートと十分ローテーションの役割を果たしてくれていますが、2戦目の4点の援護以外だと1点、0点、2点、0点、1点と厳しい内容が続きます。メヒアも梅津選手同様、彼自身も苦しい内容が続き、イニング的にも苦しいので仕方ないですが、1試合の4点の援護以外では1点、1点、0点、0点、4試合で2点と1試合で4点という形ではあります。まあ当然彼がイニングを投げられなかったり早い段階の失点もあるので、今のところ勝ちがついていないのは仕方ないところはあるかなと思います。単純な援護率ランキングを30イニング以上の投手で作ってみるとこんなところです。はい、まあ、もちろんまだ6、7試合ではあるので当然これから変わってくると思いますが、やはり西武、中日、広島と長打で苦しむチームが多くランキングワーストを占めています。まあ、巨人に関しては打撃陣で結構苦しんでいるという印象はありますが、まあ、最低限の得点というところはある程度取れているところがあるので、まあ、この選手たちの中でランクインという選手はいませんでした。もちろん堀田選手の援護率 1.69 というところはありますが、イニング的には24で、赤星選手も援護率 1.50 ですが26なので今回の対象からは外しております。特に西武は基本的に竹内選手、高橋光成選手、某高橋、平選手とローテーションの4人が援護率1点台、基本的に2点取られたら負けのチーム、QS 勝率が驚異の3割7分、ハイクオリティスタート勝率も4割7分3厘、これもかなりすごい数字です。一時期ハイクオリティスタート記録時の勝敗数が1勝9敗という時期もあったので、まあ、それを考えると9勝10敗って考えると良いところなんですが、12球団基準で考えるともう本当に他にない規格外の数字です。まあ、そもそも西武以外に QS 勝率が5割を切ってるというチームはありません。で、西武はハイクオリティスタート勝率すら5割を下回っているという、まあ、本当に致命的な頻打と致命的なリリーフ課題に目立っています。
まあ、何よりこの先発陣、致命的頻打の西武打線を相手にしていない中でこのハイクオリティスタートというのは素晴らしいんですが、チームの上位進出というところにつなげることができていません。小澤選手やメルセデスも安定して試合を作っている投手に勝利をつけたいところですし、小笠原選手もここまで抜群の内容ながら2つの負け越しとなっているのはかなり厳しい打点環境とも言われていて、 QS では物足りないと言われることもあります。実際 MLB と違って NPB は中6日なので、自分もクオリティスタート以上を求めてしまうところはありますが、1チーム除いて普通のチームは QS 時の勝率が5割以上なので、やはり最低限試合を作ったと言える内容ではあるかなと思います。なのでそういう展開の際にはなるべく勝ちをつけたいところですが、うまくいっていないチームも多いです。以上が本日の動画でございます。ご視聴ありがとうございました。